どうもお疲れ様です。生活保護から1億円、まあそんなテーマでね、お送りしているシリーズなんですけども、まあ今回はね、違うよ小野雑さんというねタイトルだったと思いますけども、実はねこれ小野雑さんの動画を批判するような動画とかね、そうじゃないんだけどなっていうことではありません。ただ生活保護をしながら何らかの形で収入を上げる場合に、実はねここはこういうふうに誤解されてる方が多いんだけども、違うんですよってことをね、まあ私の放送から、ちょっとね、皆さんにお伝えできればなと思って、やっているやつで、別に小野雑さんのね、動画を批判するものではございません。でも多くの方がここをね、勘違いしてるんじゃないかなと思うんですよ。そこで生活保護を稼がしてきた、何人も稼がしてきた私がですね、実は結構緻密にやってるんだよってことをね、伝えることができればなと思っております。その一つが収入なんですよ。例えば生活保護を10万円もらってる方がね、何らかの事業活動なり、なんかアルバイトなりで収入を上げましたと。で、例えば3万円売り上げを上げました。で、収入がありました。そうすると多くの方は、その3万円と生活保護の10万円を足して13万ですから、13万丸々もらえるっていうふうには思ってないと思うんですよ。多分、3万円がそのまんまね、なくなって、結局働いても、働かなくても収入を上げようと上げまいと、最終的には10万円しか手残りがないっていうふうに思ってるかもしれません。実はここがね違うんですよ。一つの例として15,200円が基準になるっていう例が実際にあります。私も何件かこれを経験しました。というのがね、生活保護をもらってる方が例えば分かりやすく10万としますよね。で、自分の事業でビジネスで月間15,000円の売り上げを上げたんですよ。だから収入があったわけですよね。その場合は実は1円たりとも差っ引かれないんですよ。ですんで、まず私はコンスタントに1万とか1万5000円を毎月毎月稼げるようにその方をトレーニングしました。そして実際にこれはね、担当の方とお話をしていただいて、1万5000円とか1万とか1万3000円とかってのコンスタントに売り上げ収入が上がったんですけども、全く引かれることなくそのまま生活保護費も満額もらったっていうふうなね、そんな例があります。で、これは何かっていうとね、15,200円までは全部手残りと。それを超えたものは1割だけ手残りっていうふうなね、超えた分の1割ですよ。だから16,000円だったらその差額の800円の1割を残してプラスで15,200円っていう形ですよね。だからね、別にあながちね、やった分だけ損になるってことじゃなくって、結構ね、勤労意欲ってのは残されてるんですよ。だから、15,200円を超えた部分だけ、16,000円だったら800円の1割は15,200円に足して、はい、あなたは働いた分だけ手残りですよ。さらに、生活保護費は今までと同じようにコンスタントに出しますよって形なんですよ。まあ、ですんで、私はコンスタントに1万から1万5000円を稼ぎるようにずっとトレーニングして、それが安定してきたんで、じゃあもう、差っ引かれることを気にせずに売り上げを上げていきましょうかって形で、一気にそれから5倍ですよね。だから7、8万とか、それから10万を超えるような売り上げを作ってもらったって形です。そうするとね、やっぱり働いてる分だけ多少控除はされるんですけども、引かれるんですけども、手残り増えるんですよ。だから勤労意欲が落ちないっていう形になります。これが一つの形です。もう一つの形はもっと単純な例がありました。これも何件か軽減しましたけども、一人で生活保護を一人世帯でね、10万円上げてる方が、ビジネスで、じゃあ6万円売り上げ上げました。収入がありました。そうすると、50% は控除されるよ。だから手残り3万ですよってやつです。そうなると、6万円の収入のうち、3万円は控除して、返さないといけないんですけど、返すというかね、まあ、税金として払わないといけないんですけども、でも、手残りは生活保護の10万は丸々そのまんまもらい続けて、6万のうちの半分が残るんで13万なんですよ。じゃあその方は生活保護10万円毎月毎月受け取りながら今度ね10万円の収入がありました。そうすると5万円はなくなっちゃうんですけども、でも手残り5万で合計15万なんですよ。これも勤労意欲を失わないようにどんどん売り上げを上げていくっていう例になりました。最終的にね20万円まで行った時に生活保護をキャンセルしたんですよ。20万円の売り上げを上げて収入があった時に手残り10万、生活保護10万、合計20万でしょ。そうすると生活保護を受け取らずに全部ビジネスやっても20万なんで、あ、これはなんとか分岐点を突破したなって言ったんですよ。このなんとか分岐点っていうのは損益分岐点のがビジネスにあるんですけどね。この場合は損益分岐点とはちょっとね、違うんで、だからなんとか分岐点っていう言い方をしたんですよ。はい、ということでね、生活保護を受けていながら、
働いて収入があっても別に全部取られるわけじゃないですよと、結構残るってことなんですよ。これは実際に生活保護を受けながらお金を稼いだ人を細かく指導していって、私もねだん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 こう気づいていったってことと、でそういったことを正確にソーシャルワーカーさんに相談して、なんなら私もねソーシャルワーカーさんの方に、ケースワーカーさんか、ケースワーカーさんの方に連絡をねしてもらって直接お話したこともあるんですよ。で担当の行政のねもうちょっと役職の上の課長みたいな人と面談をさせてもらって、私はまあ面談って言ってもねただアドバイスっていう形で電話でお話しさせていただいただけなんですけども、でも確かにこれだと手残りは随分残せて、でそういったことだったらゆくゆくは生活保護を脱出するっていう、まあそんなね、計画を用いてやっていくわけだから、それこそ生活保護の担当課のね課長もだったら将来的に生活保護を抜けることが見えてるんだったら、じゃあ減額はあんまりしないようにしておきましょうみたいな感じで結構ね手心を加えてくれたんですよ。でまんまとっていうか、その方本当に生活を抜けたんですよ。でそうすると私はまあ公的に役割も果たせたし、生活保護を抜けたいっていう人の個人的な欲望も叶えられたし、でその空いた分だけ他の人が生活保護に入ることができて、まあ三方よし四方よしになったのかなっていうところでございます。はい、これがね私のね2019年あたりから始めたことですね。で実はねこの方って何回も私の動画で紹介したあの中学2年生の娘さんをお持ちのあのお母さん、40代のお母さんの話なんですよ。でこの方はもう何の特徴もないし何もできないんだけども、娘に弁当だけは作ってましたってことから、じゃあ弁当作って他の人に売っていきましょうって感じで弁当屋さんをやったりとかね、ゴールデンウィークはオードブルを作ることをね発想したりとかして、すごく楽しく働いてたらしいです。でその他途中からドリンクをやったりとかね、なんかコーヒーやったりとかね、アイスコーヒーとかね、タピオカとかスムージーみたいなのやったりとかして、あらりをガンガン上げたらしいんですよね。で生活保護を離脱して、ついには今娘さんはもうね高校3年生で卒業したんじゃなかったかな、もう娘には弁当作ってませんっていうふうにこの前言ってましたからね。うん、もうあれからそうですね、もう3年とか4年経ちますから、中学2年生の娘さんも多分高校を卒業したか高校3年生、まあ卒業したでしょうねきっとね。だから社会人になったんじゃないかなと思います。ちょっとその辺はとてもじゃないけど聞けなかったんですけど、娘さんどうしましたって聞いたらなんかいやらしいんで聞かなかったですけどね。まあでももしかしたら今でもそのお弁当とかねドリンクは売ってるみたいなんで、まあ娘さんが手元を離れた後もなんかお客さんっていうね新しい人間関係の中で楽しく健やかに暮らしてるんじゃないかなと思います。でその方はもう今余裕でね生活保護も抜けて自分の所得20万円以上あるのはまあ確認済みなんでうまくいったなっていう例ですね。はい、でここまでが違うよ小野里さんっていうところでお伝えしたかったことで、別に小野里さんの言ってることが違うよってわけではなくって、おそらく多くの方が先入観としてね生活保護っていうのはアルバイトした分だけ全部取られちゃうみたいなね、まあ、そんなことになってんじゃないのっていうところに対して、あそうじゃないんですよと、実は10万円生活保護費をもらっていてもアルバイトでプラスアルファ3万円の収入があったら全部取られるわけじゃなくて結構残るんですよってことをねちょっとお知らせしたいかなと思います。で生活保護を受給されてる方も多分ねこのことをねなんかちょっと分かっていないっていうか、ちゃんと本当にビジネス真面目になってたら自分の担当のねケースワーカーさんに今こういうことを考えていてこういう指導を受けて売り上げを上げていきたいんだけども、これバイトっていうかねビジネスで3万稼いだ分全部取られちゃったらとてもやる気がなくなるんだけども本当にそうなんですかぐらいは聞くと思うんですよ。その結果ちょっとそうじゃないですよと、手残りは十分残るように意欲を失わないように一緒にやっていきましょうっていう風になって、じゃあそのビジネスを指導してくださってる方って誰なんですかって教えてくれませんかって感じで、もう全然私だったらねもういいですよみたいな感じで、で3社で協議してプラスそのケースワーカーさんの上司のね課長ですよね、生活保護課課長の人とこう関わりられながら私の場合はやったってことですよね。でそれからねもう一つの方法ですけども、これはもう私は今はね用いなくてもいいかなと思ってるんですけども、もう一つなんかねちょっとこれは私も後ろめたいことながらやった方法があります。全然インチキではないんですけども、実はね生活保護受けてらっしゃる方が A さんとするでしょ。で A さんがビジネスで売り上げを上げてで控除されるのが嫌だと、引かれるのが嫌だっていう例なんですよ。その場合どうするかっていうと、この A さんがね田中一郎っていう人と仮定してください。田中一郎ね、そうするとね事業体を作るわけですよ。田中一郎商店って言って田中一郎商店っていう事業体屋号を作るんですけども、その事業体の登録名義っていうのは
違う人、例えばお父さんとかお母さんとか、ちょっとね、信用できる演者の方にしておくわけですよ。そうすると何が起きるかっていうと、その事業体は、田中一郎商店という名前ではあるんだけども、その事業体を経営してるのは田中一郎さんじゃない別の第三者ってことになるんですよ。でも、その第三者の許可を得て、その田中一郎商店は田中一郎さんが、運営するって形にしておくと、お客さんっていうのはね、あ、田中一郎商店なんだねと。で、あなたは田中一郎さんだねっていう形で、イコールだと思うわけですよ。ですんで、上がった売上っていうのは田中一郎商店に入金するって形になります。でも実際は田中一郎さんの売り上げは全く立ってないって形になるんで、田中一郎商店に現金をドーンとね、プールすることができる状態になるんですよ。で、100万円とか200万円田中一郎商店に貯まった時点で、田中一郎さんは生活保護を、ね、キャンセルして辞めて、で、その100万とか200万っていうのを元手に、まあ、いわゆる生活保護じゃない暮らしを送りながら、ビジネスはそのまま続けていくって形になります。そうするとコンスタントに売り上げが上がって利益が出ているプールできた金額が100万とか200万を作れる田中一郎商店ですから、その際は第三者の方にもう事情を話して名義変更して、本当に田中一郎さんがその時には名義をこう取り戻してね、田中一郎商店と田中一郎さんがイコールになって正々堂々と自分のビジネスとしてやるって形です。こうなると生活保護受給中にも田中一郎商店に売り上げが上がっても、その田中一郎商店の所有者は田中一郎さんじゃないので、全然お金が引かれずにずっと田中一郎商店にお金がプールできるって形になります。ですんで、そのお願いする第三者の方がね、田中一郎商店に現金が溜まっていってとんずらこかなければいいってことなんで、遠い親戚のね、もうね、年金で暮らしてるおじいちゃんとかね、それからもうそういうね、ちまちましたこと言わないようなね、信用できる人に、まあ、事情を話して、もしくは自分の売り上げの中からちょっと上げるからさ、みたいな感じで話を通しておくといいんじゃないかなってことですよね。はい。で、今回ね、お伝えしたかったのは、この、多くは2つのスキームなんですけども、生活保護の方が何かね、収入を上げたところで全部取られるわけではありません。むしろ半分以上残るってのが今日お伝えしたかったことです。これが一つ目ね。もう一つは、1円も取られたくないって思うんだったら、それなりの方法もあるってことなんですけども、今回私がお話したことってのは全部架空の話ですからね。こういうふうに私が推奨してるとか、なんかずるいことをやらそうとしてるってことではなくて、架空の話として聞いていただければと思います。今更ですけども。はい。この話は全部架空の話だということにしといてください。それでは今回生活保護から1億円、はい、以上でございます。また次回もお楽しみに。実際ね、生活保護の方にまあ、月にね、10万とか20万とか30万何人も何人も稼がしてきた私としては、もういろんなことがこうやってね、お話していきますんで参考になると思います。これからも動画の方をご覧いただければ幸いです。繰り返し言いますけども、今回の動画は架空の話で妄想でございますね。市の職員の方、区役所の方、妄想ですからね。私の想像ですからね。よろしいですか？誰にもこれを推奨してませんし、教唆もしてませんからね。では。